アストロキングスをプレイしています。32銀河の猫大好きラブキャットです。今回もですね、ギャラクシー引きまくりの続きです。はい、まだ残ってます。はい、初めてご覧になられる方、このゲームはですね、本格 SF、本格 SF 攻略シミュレーションゲームです。宇宙を舞台に宇宙を舞台にした、SF シミュレーションゲームです。頭脳派な方、頭を使うゲームが好きな方、お待ちしております。お越しください。はい、では存在、スカウト引いていきます。残りもわずかです。でスカウトの時は、内政値が高い英雄を、召喚にして、このマイレージ獲得量を召喚任命効果を上げましょう。はい、あ違う、全然召喚してませんね。はい、理由があります。何マイレージでしょうか。あ、マイレージ見ましょうか。マイレージ126万2000。あー、だいぶ溜まりましたね。はい、あと126枚です。はい、ちょっとですね、スタミナが満タンになってましたので、海賊を借り、いくつか増えてます。なので1610から始めましたけど、1650ぐらいはもう引いてると思います。はい、行きましょう。あと12回、もうやっとゴールが見えてきました。はい、英雄候補も、はい、空っていうか、だいぶ減らしました。100人ほど、はい、A 級を DNA に変えました。はい、さて見ていきましょう。まずは B 級は、これはね、ギャラクシーなんで、C 級は出ないですね。B 級はもう委員会に行きます。で、この方から。はい、行きましょう。戦闘56。56。はい、寝坊し抵抗力を超えて使わないですね。ちょっと低すぎますね、56は。はい、内政73。攻撃割引確定。司令官の獲得値ですけど、もういっぱい出るんで、いらないです。いっぱいいました。いくつかいました。連射か。はい、66で連射が妨害、抵抗着火。これね、いらない。ちょっと66でね、戦闘力が低すぎるっていうのもありますし、おおよそね、4% ぐらい変わりましたね。自分は104まで初期値に出ます。はい。104まではいきますよ。はい。それとですね、連射からの、どっちを妨害するかですよね。抵抗ガツンと落としてやるのが一番いいんでしょうけど、それを後に回避妨害、これいらないですね。自分は使わないですね。はい、最終89、最終と攻撃、精密照準か。精密照準ちょっと欲しいんですよね。精密照準が欲しいんですけど、ちょっと89か。精密照準、これちょっと欲張りましょう。最終なんで、やめときます。欲張りますね、ちょっと。69低い。建設とにも暗黒。あ、ね、終わりました。はい。で、83。で、暗黒トニウム、スピギーボールを取りました。はい、もうちょっとだいぶ色合わせの英雄も揃ってたので、はい、だいぶ揃ってました。でも、まさかにだいぶ持ってました。もう、はい、なので結構いけます。 DNA ね、一人頭、レベル65星9にするまで、DNA はね、A 級のスキルも270枚いるので、はい、もう委員会には入れれません。DNA を止めない。はい、レスキューしてきましたね。誰だ、レイラー、ラッキー。はい。はい、さあ行きましょう。内政、63低い。生産、修理、研究、終わりましたね。はい。次は、戦闘84。で、行軍特化に、破損防止と抵抗、使わないですね。で、内政68低い。鉄壁の支援の暗黒割れましたね。はい、で、繰り核か。あ、貫通命令ですね。で、72。はい、抵抗弱化。抵抗弱化はね、
抵抗力が悪くないんですけど、あとなのでフィジカル確率はね、フリダメの方が欲しいですね。はい、貫通規模、あ、来た、貫通と規模、まあこれちょっとストップした、あ、命令なんで選んでます。はい、次、67、ナイスですね。で、メタル、ボイ構文に割れました。はい、で、75、本当ね、性格系統が命令、残念、うわこれ残念ですね。増幅、増幅の後にオーバーチャージをつけてってなったら、ここがね、クリティカルダメージがね欲しい。それ全発クリティカルになりますからね。クリダメだったら面白かったんですけど、もう置いておけないです。はい、で、戦闘76で、性格度に、回避を上げて強靭、強靭ですか、強靭まで間回避を守って性格度できていることに、もう相手のね、まあ、性格はね、ちょっとありっちゃありなんですよね。相手のね、ちょっと回避、まあ76使わないですね。いや、うん、あの横にいたのがいてるので大丈夫です。で、連射攻撃強化の衝撃緩和、この衝撃緩和に行くまでの時間が長い、これはちょっとね、自分で入れないんですね。はい、滑っていいと思います。さて、もうちょっとね、やっとこれで滑って終わります。これで12個目ですね、これは。もう S 級もありがたいですけど、 A 級ね、だいぶ今回いいのが来てくれたので、はい。さて、攻撃68低い、抵抗を上げて衝撃緩和の抵抗弱化、68ですからね。はい、面白いんですけどね。85ゴールドスコア、試験ね、これスコアだけでも使えますよ。ね、ずっとこのギャラクシー引きまくるシリーズでお伝えしますが、はい、貢献スコアを上げといてっていうことですね。はい、これだけスキルアップさせて、連盟研究の時ですね、使いますね。はい、次です。98はちょっと置いておきます、さすがに。はい、で、戦闘では最終杯というので使わないですが、これ最終出すときに、ああ、そっか、回避か。はい、はい、次、はい、戦闘84、性格命令ですね。で、抵抗も命令、はい、使わないです。はい、先兵内政75、ちょっと低い、貿易の評判だけでも使います。建設資源、建設はね、お持ちでない S 級を持ちでない方は建設資源と、建設速度ダウンがありますのでね、その2つもしくはない場合はこれだけね、期待スキルアップして、建設の時にこの人を超管理するとか、はい、そういう使い方できます。はい、大丈夫ですね。大丈夫ですね。1000超えてました、 DNA が。はい、もう行きましょう、もう終わりましょう。もうスカウトがちょっと今疲れてきました。あ、ミネルヴァさんですね。これ、S 級出てるのにまだめくれてないということは、DNA が10枚か直当たりどちらかも確定です。はい、はい、10枚いいね。あ、言いにくい人、ね、はい、で、2回にこの人だけですね。で、貫通式、回避か、ちょっと87なんで置いておきます。はい、69引く、回避で、ためで増幅ぶち込んだ後に衝撃感を、面白いんですよね、これね。
これ非常に面白いんです。でもね、戦闘力69で、ね、増幅食らわすんでね、もう攻撃力が高くないと、スーパー戦闘でもね、痛いですよね。まあ、これ回避で守ると。69か。増幅の衝撃感は面白いんですけどね。増幅と、増幅とガーンと食らわして、衝撃感は、ね、なので、ちょうど549、ちょうど強靭あたりで、カナナか。これならね、カナナよりヒールがね、あ、まあ、カナナないかな。そうですね、でもね、ちょっと、やっぱり、やめておきます。はい。もういっぱいになるんで、あ、95。95以上は置いています。はい。あ、赤単色、ありがたい。はい。スカート生産、終わりましたね。はい、次。84。微妙。90は欲しいですね、やっぱりね。で、回避に抵抗命令で収束を使うんですね。はい。さあ、90。ギリ。戦います。回避式を。走行強化にシールドか。守りですね。まずシールドで守ってあげた後に、走行上げる、下げたいですね。はい、相手を下げたいですね。90でしょう。シールド、はい、使わないです。92、はい、95以上に変えました。はい、もういっぱいなんで、はい、もう95以上はいっぱいいます。はい、なので95未満はもう使わないです。攻撃対象に走行強化、はい、使わないです。はい、78低いで、評判変化率、レーダー。はい、レーダーは、ビップが、司令官レベル、まだ、すいません、見てないんです。どっちか上がると、無制限なので、はい、最初、いずれ使わなくなります。はい。これがいい悪いって言ってるわけではないですからね。どうしたいかと、まあ、現状の自分の編成、構成、もしくはその後どうしたいかですね。そこで置いていきたいと思います。はい、あ、ジェイデン。はい、まず3人ですね。まず3人を、はい、入れます。さて、最終か、79。最終回、非増幅。はい、最終はもう打てるので、いらないです。で、78。で、成功、命令ですよね。命令なので、いらないです。やっぱりね、最90代来てほしいですよね。84、アカデミーに、貿易研究割れました、はい、内政か。85、ゴールド決定スコア、評判割れましたね、はい、まだね、長官がいない方、特に、貿易ですね、貿易ない方は、冷却資料って出ましたね。はい、これで冷却させてます。ですね、貿易の長官がいない方、これね、一つだけですけど、評判があるんでね、こういう場合はこのスキルだけを上げます。で、このスキルはもうね、貿易センターに関係ないので、一切もう上げずに、はい、これだけ上げて貿易を、して、評判を獲得することも可能です。バーニングとかね、はい、まだいらっしゃらない方ですよ。はい、というのを使い方になりますね。全部上げる必要はないですよね。68低い、トニウム、アカデミー保有量最大値、最大もいらないので、はい、使わないです。はい、退役させて DNA ですね。これ DNA5 枚と5枚と10枚で大きいですね。これ大きい。はい、次です。さて、お目当ての A 級が、いろんな、FC のもある、レイラー。レイダーは自分の一押しです。ヒラリー。はい。さあ、今から入れます。さて、内政
18ギリ、研究広域メタル、はい、広域野郎にあの時まで割れたのでいらないです。で、こんなやつですね、90で、回復と修理と回復とそれに割れたのでいらないです。回復4日にあります、はい、で、70低い、暗黒生産と暗黒、あ、これ暗黒いけますね。はい、あの暗黒物質の加工施設の長官がいない方は、ね、こういう AU ですね、一つ残念ですけど関係ないんでね、これはもう関係ないんで上げずにこの2つだけを上げてあげれば、加工の速度が上がり費用も減ります。はい、というわけですね、という使い方がいけます。はい、あのもう一つがね、長官任命でしたらね、いいんですよね。そうですね、固定するなら、まあ、最大値とか回復ですよね。はい、次行きましょう。これで終わりますので、はい、もう行きますね、このまま行きます。はい、アレックスで、まずは委員会に入れましょう。ジャッキーチャンス行きましょう。はい、で、あ、7人増やす、あとがあります。179低いで、クリダメがここに来てる。はい、で、攻撃してるんですね、これ使わないです。いや、ステルス中にね、それならクリダメとクリ角が来てたらね、ステルス中にね、ちょっとクリティカルっていう感じですよね。ね、割れてしまったので、60、62、長官任務ですね、指令最大と工業と研究割れたのでいらないです。73低い、スカウト終了、加工暗黒割れたのでいらないです。はい、内戦には61低いで、建設獲得、はい、司令官獲得値は、獲得量はもうたくさん溜まっているので、もう、はい、先ほど精査しました、いらないです。入れ忘れですが、入れ忘れときます。まあ、その入れ忘れる理由もちょっとあります。ミーナ、ローヘン、さあ、さっき、まずは委員会に。スキルね、覚えていくといろいろ便利です。さて、内政70低い、貢献スコア一般スカウト、攻撃、攻撃はね、攻撃3つの攻撃があると困るので、それが来てほしいんですよね、攻撃があると。戦闘77、後軍のクリティカルの回避使わないですね。連射からの脆弱、あ、99か、置いておきましょう。あ、黄色単発、はい、連射からの脆弱でしょう、耐久力低いものをつけていくと。で、修理ロボットなんでね、まあまあまあ、でも容易ですね。はい、60は低くで、ゴールド、修理と生産割れましたね。はい、使わないです。はい、よいしょ。攻撃ガールとね、あと最終ガールが来てほしいんですよね。さて、はい、 A は、はい、まずはね、忘れず、いや、ちょっと置いときます、ちょっと置いときます。はい、分けありです、これは。はい、違う、ちょっと分けありで置いときます。はい、で、戦闘73、正確の命令と耐久脆弱ですね、使います。はい、で、内政68低い、資源レーダー攻撃割れたので使わないです。資源レーダー、はい、73、これも、修理速度暗黒ともに終わりましたね。はい、内政66低い、トミーの資源の攻撃を打ちましたね。あ、今の資源ね、強化資源は、あれは強化するときに長官に任命したあのスキルだけ上げておくんですよ。はい、92、なかなかで、抵抗命令か、
で、この場合はね、どっちかな、自分自身、これね、回避妨害して回避を落とすならというところですね。これでしょうか、92ですけど、はい、もういっぱいいてるので92はもう、はい、大丈夫です。60に低い思い出しと評判、生産終わりましたね。はい、ね、270枚減りますからね、このゲーム星マックスにするためにね。なので、もう犬飼いよりも DNA の方がいいと思います。 AQA 使いますよ。はい、はい、ロール、もう SQ は何でも良くなってきました。70全然まだまだなんで、はい、まあちょっとずつですね。はい、内生産97、あ、97はちょっと高いので落ちてきます。で、レーダー攻撃、中身は割れてますね、スキルがね。はい、まだ内生64低い、ドックの出戦、これもね、さ、今までちょっとお話ししませんでしたけど、これはちょっと別動画で作ります。出戦規模だけのね、英雄を集めてあげまくって、ちょっとあることができたりしますので、はい、これ自分はちょっともう使わないんです。それまた動画に出します。73低いで、メタル貿易所、ね、最大値、これはね結構いりますね。はい、はい、収容、はい、割れたので使わないです。で、貫通と貫通積載照準妨害ですが、57入ってたんです。貫通とね、正確度はね、そういったらいいんですよね。はい、84ないですね。まあ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 、いきます。トニウムの特殊ですね、1回で最大値、はい、使わないです。最大値もね、お話ししていってます。はい、寝てる間に最大値で貯めるね、スタミナ、再起作戦ですね。はい、で、積載量と規模、はい、これはですね、最終で使います。はい、どういうことか、ね、最終入ってないじゃないか、はい、最終がないから使うんです。要はね、早い時間に、日本時間の朝9時にね、リセットされるじゃないですか。っていうことは、日本時間の9時に最終終わるようにしてれば、デイリーミッションクリアできますよね。それが仮に夜10時に減るってなったら、1、2時間の、9時間、11時間ですよね。その時にわざとね、最終を遅くするんですよ。そうしたらポーンって出してて、朝起きれば、ね、デイリーミッションクリアになってますので、ね、その時にこの規模と積載が欲しいんですよね。はい、なんでこの人使います。はい、93、はい、で、艦隊シールドからの艦隊シールドと衝撃感はもう受け止めるぜですね。で、貫通が命令なんで使わないです。93ですからね。1個でもかけるとね、やっぱ勝てないんですからね。それまでは揃ってなくても、負けてもいいと思います。言えないですね。お、エレメント5枚、でかい。ベアトリーチ、あ、この人24枚溜まってきましたね。はい、アンナも溜まってきましたね。まず近づくなよっていう感じです。はい、86、まあそこそこ。はい、で、生産ゴールド、建設資源割れたので使わないです。で、79で、抵抗と抵抗耐久にパルス、パルスだけですよね、これね。だけは使わないです。で、83で、耐久上がり、緊急修理の看護師もう使わないですね。81をそこそこ、生産資源、それと、修理と研究終わりましたね。はい、来た、来ました。欲しかった人が来ました。本当はちょっと連射いらないんですけど、はい、ですね、
この人はいります。これね、連射速度、まあまあまあ連射速度でもまあね、はい、これはめちゃめちゃ使いますよ。これは使えます。この人はね、めちゃめちゃ使えます。はい、めちゃめちゃ使えるんで、どうしよう。はい、使えます。はい、この人すごく使えます。はい、あら、精密照準また来たし、さっきの人戦闘値が71から低いけど、まあまあいいか。65、精密照準の後に、抵抗着火が消費可能。うん、65、いつかなんですね。これ面白いんですけどね。面白いんですよ。精密照準面白いですよ。使い方によってはね。はい。で、62、低い。で、クリカと、耐久式と、抵抗式か。これなら回避式来てほしかったですよね。そしたら、もう縦のスペシャリストとかになりますね。はい、これは使わないです。はい、OK。これで精密照準の人ね、カンストできるので、はい、65のミドルゴーンといって、はい。この人はもうすごく使われています。次、今何分か、まだ30分いってないですね。およそ30分の時にいってますね。はい、さあ、まずは臨界に入れますね。で、内政さん77、修理デフェクトに割れましたね。で、83でステルス、ステルス、まあまあね、ステルスで、その後自分ならですね、味方の回避を上げるより相手の性格で落としたりですね、か使うと照準妨害ですね。ステルスで照準妨害、少々妨害しても、今度は妥協人がいない。くっつかないですね。ステルスはね、ちょっとステルスは別で揃えたいんですよ。他、あるんです。ステルスはこういうので揃えたいなと思ってますので、はい。回避、応式、抵抗、命令回。これ抵抗式でしたらね、ね、規模で、縦たくさん積めるので、縦の間にできるんですけども、惜しい。はい、惜しいです。惜しいので使いません。はい、内政さん。59、低すぎる。これ低すぎますよ。初心者の方ね、これ見ていただくとね、いろいろ、あ、この数値は低いんだ、これはそこそこいいんだっていうのはね、分かっていただけると思いますのでね、自分は今まで獲得したマックスレベルは104です、初期値でね。で、対して59でしょ。っていうので低いって言ってます。はい。で、メタルで生産、ほぼ終わりましたね。はい、じゃあ使わないです。精密照準がね、ちょっといいのが来てくれましたね。あれ、連射、まあ連射、あ、終わりました。終わりましたか。あ、終わった。時間も、あ、いい時間。はい、今回はですね、ギャラクシーバーニング、おそらく1600、10枚から始めましたけど1650以上は多分引いたと思います。はい、今回の結果はこんな感じでした。はい、いろいろ説明させてもらいましたのでね、ぜひまず右下の猫マークを押してもらってチャンネル登録してください。そしてシェアして広げてください。はい、お願いします。有益な情報を出してます。はい、それとグッドボタン、いいね押してください。お願いします。はい、それとですね、いろいろポンポンとね、テンポよく行きましたんで、スキルとかのね、いろいろな説明が少し省略されている部分も
多々あると思いますので、分かりにくいな、今のところちょっともうちょっと知りたいなってとかありましたら、ご遠慮なくコメント、本当にコメントお返しください。はい、コメントでお返し、もしくはあこれ面白いなと思ったらその回答用の、動画を作るようにいたします。はい、それでですね、Twitter で情報を流します。皆さん Twitter されてるんでしたら Twitter フォローしてください。発言されている方は問答無用にフォローバックします。でそこでね、この動画をツイートで拡散してください。はい、お願いします。でインスタはね、ランキングとかイベント結果とか、スクショを上げたりしております。そちらもフォローお願いします。それとですね、Twitch ライブ配信の、プラットフォームです。これ結構ね、世界では結構使われてますね。日本でもちょっと、まだそこまで大きくはないかもしれないですけど、ですね、毎週木曜日の25時、はい、深夜ですが、毎週ライブ配信しております。アストロキングスをプレイしながら、ゲーム解説、攻略解説をしながらなんですが、参加していただいた方とお題を決めて雑談をしたりワイワイしてますので、ぜひお遊びにいらしてください。はい、今回の動画、今回の、ギャラクシーバーニングシリーズですね、12本です。はい、12本にわたり、ご視聴本当にありがとうございます。で残りがですね、あと3日ちょっと、はい、4日はちょっとないですね、残り、バーニング期間ありますので、もうこの間はとにかくもう海賊狩りまくって、また、せっかく 3.5 倍なんでね、海賊狩りまくってギャラクシーを貯めて引こうと思います。でもそれはね、もう数知れているので動画撮らずに、はい、行こうと思います。はい、皆様12本にわたる、一大スペクタクル、スペクタクルって言えなくなりました。スペクタクルですね。はい、な動画、本当にご視聴ありがとうございました。はい、ですね、今、うちの、統合して銀河がちょっとね、面白くっていうか、いろんなことになってますので、次はその模様の動画を撮ってお送りしようと思います。はい、今回もご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。